この黄色い車、あ、これよく乗ってました、うん、いろんなの乗ってるんで彼は。あ、うん、そう、もっとみんな若い人だと思ってたみたいで、あ、まあ、車がちょっと若い車なんで。そう、若いし、線香上げに行っても顔を見せてくれなかったし、ね、うんうん、今年4月、千葉県東金道路で起こった煽り運転。あの人、どっか寄ってください、車を。先に行かせるのが一番いいんで。今、前に行って止められます。止められるんですか？もう止められそうです。あ、小さくされちゃいました。先に行かせてください。いやいや、私の前に割り込んできてるんですよ。もうすごい状態ですよ。どっかで降りられないですか？そのまま猛スピードで走り去った黄色い車。ナンバーは偽装で、この許しがたい煽り行為はアベマ的でも大きく取り扱いました。もう不思議でしゃあないね。いや本当、もう全車にカメラついてるって。ナンバー偽造してるから大丈夫と思ってた、撮って顔映ってるわけやん。顔こそ映ってるし。実はネットではこんな情報が。近所に止まっていました。似てるなって感覚でしたが、ナンバーまでぴったり同じでした。なんと逃走した車と思われる黄色い車が目撃されていました。近所のコンビニで目撃し、ナンバーも顔も犯人と一致していました。子供が多い地域です。早く捕まることを願っています。ドライブレコーダーなどの映像から50代の男性が浮上。警察が捜査をしていましたが、事件発生から3ヶ月、今週事態は予期せぬ展開を迎えました。警察は詳しい死因について明かしていませんが、死亡について事件性はないとし、煽りに使った車も見つかっていないとしています。車が見つかってないっていうのがすごい不思議。盗んだ車っていう可能性もあるし、どういった経緯で亡くなったのか、どのような交友関係があったのか。容疑者の男性は一体どんな人物だったのか、なぜ偽装ナンバーだったのか、なぜその後死亡したのか、謎多き事件の裏に何があったのでしょうか。元埼玉県警捜査一課刑事佐々木成美さんが男性の周辺を探りました。まあ本当田舎の町というか、こういう平屋建てが多いんで。佐々木さんが訪れたのは男性の実家。ここだね。こんにちは。いない。すると車がナンバーがついてない車が何台かある。車が綺麗、多分走ってるんですよ。これこのまま走るとバレちゃうから、ナンバーを付け替えて乗ってる可能性がある。理由は不明ですが、ナンバーのついていない数台の車が。さらにトラックあるから個人でこういう運送やっていたんじゃないかな。車の部品がすごい。大量の車のタイヤ、部品を発見。警察によると男性は職業不詳、何を生業にしていたのでしょうか。男性はどんな人物だったのか、近所の方によると、なんかお亡くなりになられたみたいで。初めて聞いて。そうですか。もっとみんな若い人だと思ってた。まあ、車がちょっと若い。そう、若いし。ご主人はあれですか、よくご存知ですか。うちらだと子供の時からっていうのも多少あったり。そうですね、なるほど。仕事ちゃんとされてる方っていう感じなんですかね。若い時だけだと思う。まあ年も年だからね。近隣の方によると、男性はかつては運送業を営んでおり、プライベートでも何台かの車を所持していたといいます。若い時は本当に結構やんちゃだったんですか。まあね、まあ、俺だが19、20歳とかそんくらいの時は先輩元気だったみたいな感じで。なるほど。さらに別の近隣の方は、今自宅に行ったら大型のクレーンのトラック1台あって、兄弟が片付けてるでしょ。なるほど、うん、
男性は隣町に一人で住んでいて、母親の住む母屋を建て替えるため、その手伝いにたびたび訪れていたといいます。この車って見たことあります？これは見たことない。見たことない。この黄色い車、あ、これよく乗ってます。いろんなの乗ってるんで彼は、こっちには乗ってこなかったな。煽り運転に使われた偽装ナンバーの黄色い車は実家周辺では目撃されていませんでした。どうしてなくなったのかなって、あの死因も明らかになってないということなので、すごい不思議だなと。男性の通夜に参列したという近隣の方はこう語ります。最近お会いしたのってどれぐらい前？解体してたからな、家をな。だからちょっと前。ああそうですか。亡くなったのご存知ですか？ませんだって通夜に行ったんだ。あそうですか、うん、よくほら顔見て手を合わせるじゃん。それはできなかったから、せってもらえなかった。さらにこちらの男性も、線香上げに行っても、顔を見せてくれなかったし、一体男性の身に何があったのか。再び男性の実家に戻ったところ、なんか声がするんで、ご家族の方がいらっしゃるかもしれないんで、ちょっと行って取材をしてみたいと思います。あ、こんにちは。すいません、あのテレビ朝日のものなんですけども、ちょっとあのいいですか、中入っていいですか。申し訳ないです。あ、いえいえ大丈夫です、すいません。ちょうど男性の実家には親族の人たちが片付けのために集まっていました。事件について聞いてみると、この事件が関わってんじゃないかって聞いたのっていつ頃なんですか？亡くなってからですよね。男性が亡くなった後に煽り運転との関連を知ったといいます。家を建てるどうのこうのって話を結局前の日にしてるんで、はいはいはい、前の日にこっちに来て、あの兄弟で話をして、あの来月、要するに本当だったら今月、今月ですよね、はいはいはい、予定だったんだ。その予定であれしてて亡くなったっていう。男性とは実家の建て直しの件で連絡をしましたが、3日間ほど連絡が取れず、友人が様子を見に行ったところ、隣町の自宅で亡くなっていたということです。この3日の間に何があったのでしょうか。ご家族的にはどうなんですか、親族の皆さん的にはこれ、まあ、なんか一応報道されて、はい、報道されてこれ事実が違うっていう報道する前に、はい、一応警察の方に電話して、はいはいはい、本人じゃないからっていうのを話はしたんですよ、話はしたんですね、はい、で言ってる矢先にもう報道されちゃってるんで、黄色い車を乗っていたことはあるみたいなことは、なんか外人さんの名義だって、そうです、あの車はどこどうしたとかっていうのは全然教えてくれないですか。潰したんでしょ、誰かが潰したんじゃないかな。あ、親族によると、あの黄色い車は男性の友人が知人の外国人からレンタルしたもの、自分の家の駐車場に一時的に停めていた時に警察に目撃されたため疑われてしまったのだと主張しています。男性が遺体で発見された隣町の自宅を教えていただき訪ねてみると、このアパートですね、1階のここ、絶対そうだよ、この景色見て、家のもう作りがまさしくそうだよね。ツイッターに投稿された黄色い車の写真と比べてみると、男性の自宅の外観と一致。ここに泊まっていて、家がここだったっていうことは、車に乗っていたっていうことも裏付けられますよね。男性の死亡で事件の真相はわからないまま、最後に親族は亡くなった男性についてこう語りました。まだおばあちゃんが生きてるんで、多分そんなことはしないと思うんですよ。一番お母さん大事にしてた人なんで。